それ頑張れ頑張れヤクルト、頑張れ頑張れヤクルト、スタンド越えて打球は春から夢へと続く、夢やまだ新たな時代を、かっ飛ばせ山田、ヤクルト頑張ってください。はい、どうもメンタスコアと名乗るものでございます。本日もね、 DeNA の振り返りの動画撮っていこうかなと思います。それでは、ね、皆様よろしくお願いいたします。皆さんどうですか。まあ今日のね試合もこんな感じだったんですけども、振り返っていきますか。まあやっていきましょう。今日もね連敗をね止めるべくね、何としても勝ちたいという試合だったんですけども、8対3ということで負けてしまったということになりましたね。もうこれはね夜にね行われているね、今行われているんですけども、もうヤクルト戦をねもう応援するしかないですよね。それに尽きるかなっていうのはね感じています。もうここ数試合ねかなり先発がひどいっていうのもあるんですけども、まあ、戦ってみてねやはりでも中日さんがやっぱ強いですよね。でもね明日はね3点をね阻止するために、勝っていきましょう。ということで、ね、いつも通りで、ね、打線や投手リレーの振り返りをしていこうかなと思います。それでは打線の方から見ていきます。こんな感じはっております。そうですね、今日はね1番にセンターで梶谷選手を入れてきて、2,3,4 まで一緒で、5番には京大美希ということで佐野選手、6番にはキャッチャーで戸柱選手、でそして7番にはセカンドで柴田選手、8番には今日先発ピッチャーだった上茶谷選手、9番にはショートで大和選手を入れてきました。まず今日はねもうお疲れ気味の大和選手をもう対右の柳選手ということで休ませるんじゃないかなという感じでいたんですけども、ショートでね入れてきましたね。まあねここ数試合ね先発がやはりかなりひどいっていうのもあるんですけども、まあ打線もねちょっとね物足りないかなっていうのはねやっぱ感じていて、まあ二軍からね調子いい選手を上げるなど、何かねカンフル剤的なねものが必要になってくるんじゃないかなというのもね少し感じております。ということで、ね、1番の梶谷選手から順番に見ていきましょう。今日1番に入った梶谷選手だったんですけども、4打数の1安打ということでした。2番に入ったね外選手が3打数の0安打ということで、ちょっとね2番に入ってからあまりね外選手ね機能していないので、打順変更っていうのもねあるんじゃないかなというような感じています。でロペス選手4打数の1安打ということで、3番にねロペス選手を入れるのはあまり良くないんじゃないかなというのを思っていたんですけども、ソロホームランをね今日打ってくれました。で筒香選手3打数の1安打で1本ホームランを打ってくれて、1回にねロペス選手とね筒香選手の連続ホームランというのもあったんですけども、まあそれねかなりね盛り上がったんですけどね、もうその連続ホームランというのがねもうかなりね遥か昔に感じてしまうような試合展開でしたね。で佐野選手が3打数の1安打と、柱選手が2打数の0安打、柴田選手が4打数の0安打、上茶谷選手が1打数の0安打、山田選手が1打数の0安打ということでした。はい、続きまして代打守備交代を見ていきましょう。こんな感じになっております。石田選手の代打で音坂選手ができて1打数の0安打ということで、あのね事件があってか音坂選手はあんまり打っていませんので、ちょっとメンタルリセットというものがね必要なんじゃないかなという感じています。で国吉選手の代打は細川選手ができて1打数の0安打、佐野選手の代打でヒューパ選手が出てきて1打数の0安打ということでした。守備交代は戸柱選手と、ね、代わりに山本選手がキャッチャーに入って、山本選手ね2打数の2安打1打点ということで、でもね、もう素晴らしいね活躍をねしてくれたんじゃないかなというのは感じています。今日のねポジ要素というのはね本当山本選手、なんじゃないかなというのは感じています。で大和選手の代わりにね倉本選手がねショートに入ったんですけども、まあ、2打数の0安打ということで、1打席目ね、10球粘ってかなりね昔の倉本選手らしい、バッティングをねしてくれたかなというのは思うんですけども、まあ、その後に回ってきたねワンアウト1塁2塁での打席ですよね。あの打席ねちょっとねお粗末なね内野ポップフライという形になってしまったので、もうちょっとねアピールの方をやっぱしてほしかったですよね。はい、最後に投手リレーの方を見ていきます。こんな感じになっております。今日ね先発ねピッチャーだったね上茶谷選手が 1.2 回を投げて6失点ということで、昨日もね平選手にも言えるんですけども、まあ、上茶谷選手のね場合はねルーキーのピッチャーでねここまで休みなしでねフル回転しているので、まああまりね言えないものがあるんですけども、先発陣ねもうちょっとねやっぱ頑張ってほしいですよね。もうね最近ね先発陣が5回を持たずに、まあ、降板してしまって、中継ぎ陣がねかなりねもう投げないといけないないという状況になっていますので、何かねもう先発陣のね救世主になるようなねピッチャーがね二軍から出てきてくれたらいいんですけどね、そのことをね願っております。で平田選手がね 1.1 回投げて1失点ということで、今日ね 1.1 回だったんですけどもね、もうちょっとね平田選手ねイニングをね投げさせてもよかったんじゃないかなというのは僕はね感じています。で石田選手が2回投げて無失点、
国吉選手が1回の自失点、三島選手が1回の無失点ということで、今日ね、この勝ち系統の、ね、ピッチャーをね、3人使ってしまいましたので、ちょっとね、非常にね、痛いという展開になってしまいましたよね。それに加えてね、明日はね、斉藤選手が投げるということなんですけども、まあ多分ね、やっぱブルペンデー的なね、感じの日になるかなというのは思いますので、明日もね、非常にやっぱ中継ぎ陣がね、たくさんいるという状況になるかなというのは思いますので、ちょっと今日の大量にね、中継ぎピッチャーを使ってしまったのは痛いんじゃないかなというのは考えています。で、中内野選手が1回投げて無失点ということで、非常にね、いいピッチングをしてくれたかなというのは思います。もうそこですね、もうね、もう中日相手に2連敗ということで、かなりね、痛い状況になっていますので、明日はね、もうブルペンデー的な日なんですけども、なんとしてもね、勝っていきましょう。あとはね、もう夜のね、これからやるヤクルト戦を全力で応援するだけです。この後ね、生放送もする予定ですので、9時ぐらいからですね、ぜひ来てください。ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、コメントの方をよろしくお願いします。いつもこんな感じで撮っておりますので、まだ見てください。それではお疲れ様でした。さよなら、バイバイ。ここで一発雄大、ここで一発雄大、ライトへ、レフトへ、ホームラン。それゆけ、それゆけ、それゆけ雄大、かっ飛ばせ雄大。